こんばんは。ごきげんよう。ごきげんよう。これはどこ見ればいいんだ？カメラですよ。カメラ。そりゃそうだ。はい。ごきげんよう。ごきげんよう。今日はですね。はい。2022年8月の19日ですね。はい。いらっしゃってる？来ました？すいません。飽きてないですかね？と思います。はい、すいません。今日は2022年8月19日の金曜日。はい。金曜ロードショーは隣のトトロですね。トトロ。はい。もう何回見ました？トトロ。もうわかんないぐらい見ました。そうですね。子供ちっちゃい時なんかいっぱい見ましたもんね。そうですよね。そう大丈夫、もう。はい。あ、でもまあ、今日は、うん、今日このタイトルにしてさせていただいたのは、はい。今日このちょっとライブの準備をすいません。ちょっと、右往左往しておりまして。あ、ピーちゃん、タコタコさん、ヤマヤマさん、ごきげんよう。ごきげんよう。今日、16タイプもしくは読書。はい。というタイトルにさせていただいたのは、うん、16タイプの、まあ、我々の、はい。私が目標にしてきた、はい。16タイプの動画をたくさん上げてらっしゃる、はい。氷さん、はい。が、うん。なんか、ツイッターで、はい。なんかその、喋ってくれる人を募集しますって言うんで、うん、うん。まあ、どさくさに紛れて、うん。私が、応募させていただき。はい。まあ、それには落ちたんですけど。うん。なんて言うんでしょう。まあ、同志。同志。同志でもあり。仲間。公的士でもあり。はい。というところで、うん、まあ、お話ししませんかと。はい。いう話をさせてもらったところ、うん、まあ、やっぱ二等兵、伝えるのが下手じゃないですか。はい。はい。はいって言いました、今。いやいや、続けてください。あ、そう、どうしません。っていう、はいです。あ、はい。この、なんて言うんでしょう。まあ、仕事でもこういうトラブルはあるんですけど、はい、どうやって伝えたか。うん。まあ、伝えるって難しいですよね。うん。で、要は、打ち合わせ。うん。僕は、なんて言うんでしょう。外録チャンネル。はいはい。の、三谷さんを尊敬しているので、うん、うん。あそこってなんか、もう撮ってるんですかから始まるじゃないですか。はい。大体。うん。まあ、本当、いきなり始まるんですね。うん。あれがかっこいいと思ってるんですよね。はい、はい。あ、もう僕たちは YouTube なんでと。はい。そういうやり方します、みたいな。うん、うん。あ、打ち合わせないんですね、みたいな。うん、うん。感じがかっこいいと思っているので、うん。なんか、その、なんて言うんでしょう。うん。ライブやりましょう。うん。いつにしましょう、みたいな。うん。のをお送りしたところ、うん。まあ、それの齟齬がありですね。うん。こっちはライブやる気満々だった。けど、まあ、打ち合わせだったんじゃなかったでしたっけ、うん、みたいなところで、うんうん、なんかまあ、そうするともう僕が悪いんですよ。だってちゃんと伝えてないんですもん。まあ、ですよね。はい。もうだってこんなこと言ってないもんだって。う, んうん、うちは外録を尊敬していてなんて。うんうん、なんでまあ、うちが 100% 悪い。はい。が、うん、まあ、じゃあ、ちょっと、準備しますみたいな。うん。来れたら。来れたら、うん、みたいな。はい。ところなので、うん、ちょっともう、で、我々はこの、なんかね、はい。氷さんの、うん、氷さんライブやってらっしゃるんですよ。はい。この16タイプの。うんうん。で、ツイッター界隈では有名な、はい。ひよこさんっているじゃないですか。ひよこさん。今、エニアグラムで探そうとすると、うん、まあ今、ひよこさんとふくろくんが出てくるんですよ。で、その、ひよこさんひよこさんと、氷さんが、コラボでライブやってたんですね。はい、はい。で、そういうのを見るじゃないですか。うん、そうすると、いや、僕、私が、我々もライブやるじゃないですか。はい。そうすると、我々のライブに来ていただける方、の、名前は特にその中にはなかったんですね。うん。だとすると、あ、ブルーオーシャンや。いや、向こうで見てくださってる方が、こっちを、
のライブに来てくれてもいいんじゃないのと思ったんですね。逆に、ここのライブを見てくださっている方は、お前ら行けよと。そう。堀さんのとこ行けと。お互いに。そう。いや、向こうが今、千、いくら何になったか、千八百人ぐらいだったかな。はい。うちも千八百人。八百人ぐらい。はい。こんな、なんて言うんだろう。もしか被ってないんだとしたら、これもったいなくないって思いますよね。千ずつ増えるんじゃないか。千ずつ増えましょうよ。はい。千ずつ増えればいいと思ってます。なんで僕は、そう、仮面さんがこじれてますねってもらってますけど、違うと。こじれてるわけではない。そうそう、こじれてるわけではない。あ、もう 100% 僕が悪いです。それはもう認める。うん。いつもの僕です。うん。要はちゃんと打ち合わせしてないというか。そうですね。ちゃんとやりとりせずに。ちゃんとやりとりせずに。なんとなく、大丈夫でしょうのノリ。ノリで、もうこっちのフィールドで、ドンって上げちゃいみたいな。うん。ので、始めてしまったので、そこは申し訳ないと思っています。はい。はい。ただまあ、なので、もしかしたら、途中で来てくださっていただけるかもしれないし。来ればぐらいの感じ。で、僕は受け止めてます。はい。はい。申し訳ございません。はい。で、氷さん、または、今日無理でも、はい。終わりにしたくないのでっていう。そうですね。だって、はい。例えば、はい。マインクラフトっていうゲームの、はいはい。ゲーム実況、うん、今でもとても流行ってるんですけど、うん、そこでワイテルズっていうところ、はいはい。主役は我々だっていう。こんばんは。申し訳ございません。あ、すいません。申し訳ありません。遅くなって大丈夫ですかね。もう今、始まってまして。あ、申し訳ございません。あ、もう始まってるんですね。あ、はい。そしたらちょっと自分も準備してくるので、ちょっと2分ほどちょっとお待ちいただいてもよろしいですか？全然問題ないです。申し訳ございません。はい。いい声なんですよ。はい。いい声ですね。少々お待ちください。すいません。先生がいらっしゃいます。氷先生です。スペシャルゲスト。失礼のないように皆さん。はい。特に、仮面お前な。粗相のないように。はい。楽しみましょう。そうですね。うん、何をやるかですね。何をやるかですよね。本当は、そうなんですよ。僕は、氷さんに、はい。まあ、なんか、氷さんの人となりはい。が聞けるといいかなと思ったんですね。うん。でも、どうせなら MBTI のことを聞くのか、うん。どっちが得策だと思います。何を聞くかですよね。MBTI の何を聞くか。氷さんは ENTP です、うん。はい。で、ENTP のことは、うん。もう、何を見なくても、うん。軽ん、論ずることができると。はい。僕とは違うんですよ。うん。ところなので、はい。どうしましょうね。これやっぱ打ち合わせがいるんですよね。いるんですよ。でも僕はなんかね、話ですよね。すいません。お待たせしました。色男。色男。すいません。本当に遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。今日は突然、本当に申し訳ございません。二等兵が無理を言いまして。いえ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 。申し訳ないです。これ、あ、映る感じなんですね。ちょっと待ってくださいね。そしたらちょっと待ってくださいね。氷さんです。ちょっと待ってくださいね。氷先生です。先生とお呼びすればいいですかね。はい、ちょっと先生だけはやめておいてもらっていいですか。すいません。調子に乗ってます。あ、すいません、黙ってしまうと、はい、あまり良くないんでしたっけ？まあ、大丈夫ですよね。本当にやってんのかって、チェックが入るぐらいで。やってます。はい。氷
氷さんに聞きたいこと。皆さん、はい、大歓迎です。募集します。はい。あ、グリーンバックになった。すいません。いえいえ。すいません。かっこいい。グリーンバック。うん、本当に今日は突然申し訳ございませんでした。あ、いえ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 。違うんですよ。はい、今ちょうど話をしていたんですけど、うん、みんなコラボするんですよね。はいはいはい。YouTube って。YouTuber たち。ゲーム実況でも、はい、同じゲームの人たちが、うん、何十万人何十万人いるところがコラボしたりするんですよ。うん、で、これ、氷さんは、16タイプのことを専門でやってらっしゃる。専門でやってますね。いや、専門、まあでも一応エニアグラムとか、なんか、それに付随するものみたいなのは、ちょいちょいやっては。はいはいはい、いますけど。だから、そういうのをやっていくって話です。あ、そういうの、これから、今、動画を拝見すると、はい、ま、私の探し方が悪いかもしれないんですけど、はいはいはい。その16タイプ、あれって MBTI ですか ?16 タイプですか、なんかいろいろめんどくさいんで16タイプの方がいいと思いますね。あ、なるほど。R マークがいりますもんね。R マークも、っていうか、うるさいって話ですよ。R マークつけりゃいいって話でもない。ああ、なるほど。で、16タイプの専門でやってらっしゃるのかなと、はい、お見受けしたんですが、そうではないんですね。そうですね。まあ、なんか面白いものがあればやるっていう感じなんですけど、基本的には性格診断だったりとか、まあ、心理関係のものを、まあ、やっているというような感じですね。本業は別である。あ、もちろんもちろん。僕、ただの会社員なので。ああ。はい。なるほど。はい。はい。じゃあ、こういう人のやつを、人のお悩みとかを、助けることで、得ているわけではないんですね。はい、あ、もちろんなんか、YouTube の収益化みたいなのは、できて、それぐらいなんですけど、別になんかこう、悩み相談というか、セッションというか、なんかそういうのでお金を取ったりとかっていうのは、一切してない。氷さんのライブだと、はい、見る人数がすごいんですよ。はいはい、すごいバーってメッセージが、うん、こんな私たちのとこみたいに止まってないんですね。いやいやいや、ずっと。いやいやいや。そう。で、あれを見ると、うん、なんか、被ってなかったんです。この我々の見てくださってる方と、うん、氷さんを見てらっしゃる視聴者が。視聴者が、うん。で、それを、まあ、なんていうんだろう。僕はあれを見て欲しいと思ったんです。はい、はい、はいはい。紹介しきれないぐらいの速さで流れるのが欲しいと思ったんですけど、うんうんうん、なので、なんか、こうやって、僕は本当はお邪魔してね、向こうに。はい、はい。今日、これで氷さんのところで人が増えればとは思うんですが、はい。なんで先にお邪魔、どっちが礼儀なんですかね。本当は、まあ、どっちでもいいんじゃないですか。どっちでもいいんですかね。うん、そういう、なんか。そういうタイプです。すいません。NTP ではなく、はい、SFJ だと自分では思ってるので、うん、こんな下手な喋りになってしまいます。うん、いえいえいえ、なんか、素晴らしい環境と素晴らしい声と素晴らしい性格の方がいつもお話しされてるなっていうのは僕も見ておりましたので。落ち着く、僕とは真逆ですよね。いいとか悪いとかではなく、すごいなんか落ち着いた感じで、大人の魅力というか。落ち着いてないですよね、今。脇汗とかすごいんですけど、今。落ち着いてますか？落ち着いてないです。落ち着いてるって言われたことあんまりないです。ないです。で、今、上手にやらねば、上手にやらねばって、うんうんうん、いうのを見て、でも、怒ってないかながあります。はい。ええー。僕が怒ることなんて、まあ、ないんで、大丈夫です。大丈夫です。で、今日、本当に、TikTok で上げられた動画が、うん、はい。ツイートで、なんかこんな TikTok を作りました、っていうのを上げてらっしゃってて、うん、はい。それが NTP の紹介です。うん。で、なんか喋ってる時に、フラットに急に怒るみたいな。うん。お前何言ってんだみたいな。うん。のを TikTok で上げてらっしゃったので、うん、うん。あ、そういう方だと。はいはいはい。で、僕よく舐めた口叩くんですね。
叩きますね。初見で。はい。なので、パフォーマンス。パフォー、僕はなんか、盛り上がるといいかなと思ったことが、はいはいはい、よくそういう事故を起こしてしまうので、うんうんうん、申し訳ないと思ってます。すいません。はい、ただ、これはどうしましょうね、隊長。今。あ、何をですか？どこから、氷さんと、はい。M8 招待。M8 招待。とかも、類型論の人たちで、うん、なんか、みんなで、はい、うん。人が増やし、会うといいなとは思うんですよ。その辺を集めて。そう。はできると。で、ちょっとそれが、僕が、お見受けしたのが、もう、名前出していいのかな？何だかな？ですね。すいません。僕ばっかり喋っちゃダメですね。違うんですよ。一瞬だけ僕、ちょっと話しても大丈夫です。はい、黙ります。一瞬で大丈夫なんで。黙ります。すいません。僕、ずっと本名流れてて、ここに。はい。アカウント名が、僕、本名、会社の PC で今入っちゃったんですよ、このズームに。はい、そしたら、本名が、ずっと今映ってたの、今僕気づいて、コメント欄ちょっと教えてくれた方がいて。はい、変えましょうか。あ、大丈夫です。僕も今名前変えたので、全然大丈夫なんですけど、ちょっと一瞬というか多分30分ぐらい僕の本名がずっと出てたっていう。後で編集します。あー、ごめんなさい、ごめんなさい。消えますもんね、あれ。はい。あ、でも、面倒だったら全然いいっすよ。僕の本名にあんまり、価値ないと思うんで、全然。大丈夫です。いや、もうこのチャンネルの方が価値はないです。いや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 、そんなことない。すいません。で、争ってるんですか。違うんですよ。何がお話ししたかったかというと、例えば、こういう。はい。どうやってやればいいと思います？その、ヒカキンも、うん、ヒカキンさんも、うん、集まったりするんですよ。それは、はい。もう多分、直接話した方がいいと思うんですよ。あ、どうやってやったら、っていうか、この、表で言いづらいこともあるかもしれない。あ、どうやってやったら、この、氷さん、不安の方々は、どんな年齢層の方が多いんですか？僕はですね、まず心理系というか、性格、界隈系って、男女で言うと女性の方が多いと思う。はい。そもそもが。なので、男女比だと、なんかこう、いろいろ、なんかこう、分析すると、だいたい3対7ぐらいで女性の方が多くて、で、年代的には、だいたい25以下が多い。以下ですか？以下が多いですね。で、ちょろっと20代10、後半とかっていうのがいるぐらいですね。かぶってないですね。はい。ここのチャンネルで言うと、はい。多いのが25からですもんね。はい。25から35ぐらい。はい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 。で、男女比で言うと、6対4ぐらいですか。で、MBTI は、そんなに、あ、MBTI じゃないですね。16タイプ。はい。で、ここはなんか、カーシー博士。カーシー博士。の16タイプという動画を上げてるんですけど、それの、INFJ とか、はい。INTP とか、はい。そういう局地的なのが、うん、3万とか回ってるんですね。ああ。ただ、それ以外は、もう本当にそんなに回ってなくて、今日あげた空の話なんて、もう、1日経っても40回転ぐらいしかしないみたいな。うん、寂しい。いや。なんか、僕に持ってないところをやっぱり M8 さんって持ってらっしゃると思うので、やっぱ、聞いてて落ち着きますよね。お話、YouTube の動画とかも。見てるんですけども。本当ですか？だって、今、MBTI で探してみると、はい。ユング研究所だったかな？はいはいはい、はい。男性が一人で喋って、はい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 、真面目そうな男性が。畑さんのところですね。はい。接点ありますか？ないです。僕、YouTube で接点がある人、今回初ですね。M8 さんが。なるほど。いいじゃないですか。そうやってみんなを巻き込んでいく。下からね。みんなからなのか。で、氷さんが
多くて、で、あと、最近、なんか、指しらすさんっていう。あ、そうですね。出てきましたね。新しい。女性二人が。はい。はい。負けますよ、女性やられて。女性二人が出てくるとね、男性二人は多分化けるんですよ、多分。で、この方々は多分ご自身が INTJ とかなのか、うん、多分そればっかを今やってるんですね。はいはい。でもどこかで多分尽きるんですよ。うん。その INTJ のことばっかりとかだと。うんうん。なんで、まあ他、こっちに来るんだろうなとは思うんですけど、うん、そういう人たちも、うん。一緒に、一緒に、まあ、やれる人たちは、はい。まあ、やりたくない人たちもいるかもしれないんで。だとすると、何をそこで、お話すればいいんですかね。うん、まあ、だから、そういうのを企画しましょうですよね、多分。ああ。で、みんなでこういう企画をやります、みたいな感じで、やってるじゃないですか。なるほど。じゃあ、それを、氷さんの、グラウンドでやります、とか。はい、とか、なんか、共同イベントみたいな。イベント？イベント。どう、わかんないですけど。どこにいらっしゃる？東京ですか？あ、東京です。僕、浅草です。ああ。ああ。なるほど。違うんですよ。何か違うんですか？10月に、はい。なんかスピリチュアルエキスポっていうのが、はい。東京であるみたいで、うん。それに行こっかなって今思ってるんです。はい。これスピーチャーじゃないんですけど。で、勝手になんか、別に男同士であってもしょうがないですね。はい。すいません。しょうがなくはないですよ。しょうがなく、ごめん、今ね、アップアップなんです、今。せっかく来てくださってて、はい。何かその、氷さんの、うん、皆さんでもいいところなんて分かってますもんね。氷さんのね。はい。いやいや。何が言いたいんですか？そう、すいません。氷さんの紹介を、なんかしてもらおうって話ですか？それが、はい。それをしないとダメでしたね。はい。すいません、下手くそで。何年ぐらいやってらっしゃいますか、今もう。あ、僕はですね、もう2年ぐらいですね。ちょうど2年ぐらいだと思います。多分、MSさんとかも2年ぐらい。3年目ですか？あ、3年目。3年ぐらいかもしれません。はい。そうですね。多分、あれですよね。コロナが流行ったあたりにって感じですか？それよりちょっと前。それより前。そうです。だいぶ前にやってます。はい。なるほど、なるほど。なんかその時期にすごい、こう、まあ、MBTI しか、16タイプしかり、なんか YouTube のチャンネルがすごい出てきて、もう一つの、はい、ユング研究所さんとかも、はい、僕と同じぐらいの時に。やってる感じなんだ。あの時期はだいぶチャンネルが立った印象がありますね。どこで学ばれたか、学ばれたというか、独学ですか？独学ですね、完全に。友達から教えてもらって、そっからなんか別にコミュニティとかっていうのを入ることもなく、なんか一人で学んだ、なんだというか、うん、そうですね。本ですか？いや、ネットとか。ネットとか。ネット、そうっすね。ネットと基本的にはその仲いい友達が、なんかそういうのにまずハマって僕に教えてくれて、その人と会話をするときに情報をインプットしてたっていうだけなんで、なんか別にあんまサイトとかもあんま見なかった。それであれだけ喋れるんですか？まあ、ね、情報の真偽は一旦置いといて、べちゃくちゃ喋るのが僕の長所だと思っているので、そうですね。あんまり調べてない、調べてないっていうか。あれができるのすごいですよ。うん、僕も調べてないですけどね。僕だって読まないと、できないですよ。うん、だから多分、どっかでバンされますよ、うち。読んでるから。読んでるから。それ、うちのじゃないか。うちのじゃないかって。って言われる。言われる。から、どこかで多分全部消えるんですよ。出せなくなる。まあ、わかんないですよ。カーシーは大丈夫ですよ。わかんないですけどね。カーシーは大丈夫ですよ。多分、はい。はい、っていう恐れはあるんですけど。うんうん、あ、もう、じゃあ、もともとなんかその、頭がいい方？頭がいい方って失礼な言い方ですけど。いえ。それは黙っちゃいますよね。頭がいいですかって聞かれて。なんて返せばいいのか。申し訳ございません。
そんなことはないんですけど。まあ、インプットの仕方の問題ですよね、多分。ああ、そうですね。それあるかもしんないっすね。僕もこう、アウトプットすることで入ってるみたいなところがあるんで。ああ、すごいですね。うん、そうですね。しても。アウトプット、僕の場合、インプットするのはアウトプットっていう感じなんで、アウトプットしないとインプットできないみたいな。ああ、わかります。ああ、わかりますか？はいはい。ああ。こう聞いて、はい。これってこういうことじゃないですかって喋ることで、なんか納得してる。それが、うん、NTP ですか？かもしれない。こう聞くじゃないですか。はい。二等兵が本読むのを聞くじゃないですか。はい。で、この、それをこう、咀嚼するじゃないですか。はい。頭の中で。はい。で、これってこういうことじゃないのって喋ってるうちに納得していくみたいな、自分が。ああ。あ、これこういうことじゃないって。なんで僕それができないんですかね。読んでるからじゃないですか。SFJ はバカっていうのはあるんですか。いや、ナイス。ナイス。そんなん言ったら炎上しちゃうんで。そう、だっていっぱいもあ、そっか、俺、僕がそうだから、落としていいってわけじゃないですね。うんうん、なるほど。で、今後も、この16タイプ、あ、エニアグラムもやるしっていう感じ。あ、そうですね。基本的にはまあ、なんか面白いと思ったものを、まあ、やっていこうかなっていう、形ですね。類型論を中心に。類型論を中心にやっていこうかなって思うんですけど、まあ、ちょっとね、公式もそうですけど、あんまり情報量がなくて、なんかこうネットに落ちてる情報とかも、誰かがこう考察をして保管している情報がほぼだと思うので、あんまり広がりはないかなっていう気がするので、なんか普通に解説とかっていうのをしても、なんで僕はエンタメ寄りっていう形で、まあなんか劇場型にしてみたりとか、あとアニメとかにしてみたりとか。今日アニメ上げてらっしゃいましたよね。ああ、そうですね。ツイッターの方で、ちょっと上げてますね。なかなか大変ですよね、アニメって。あ、時間かかるだろうなと思って。うんうん。それは、かかりますよ、時間。あれは苦しいぞって。あれは、ちょっと、そうっすね。やっぱ慣れてないんで、ちょっと、時間はかかってますけど、まだちょっとプロローグみたいなところしか上げてなくて、うん、ちゃんと、3、4分ぐらいのアニメにするのに今ちょっと時間かかってるっていう感じなんですけど。どうやったらこの、なんて言うんでしょう。はい。なんて言うんでしょう。やりとり？やりとり？はい。コラボ？コラボの形？うん。まあ、何が正しいんですかね。コラボ。でも結構、このスタイルがもう確立されてますよね。エマハチさんは。でもこれが多分マンネリだったりもするんですよね、多分。うん。まあ、その、この形がどうこうよりも、はい。コラボしたいって話じゃないですか。そうですね。では、この、線を、交換じゃない。エール交換。線のエール交換をしたいんですね。お互い線ずつ増えればいい。もう、起きた時にもう、線増えたやんって、なると楽しいじゃないですか。うんうんうん、で、そういうのをみんなバーンってやって、みんな。そうそう、みんなの力がね、悟空も言うじゃないですか。はい。みんなの元気を一つずつ分けてくれって。うん。あれがやりたいんですよね。うん。で、隊長が言ったみたいに、イベントですよ。うん。うん、何をやるんでしょうね。それはわかんないですけどね。はい。っていう、まあ、今日はすいません、なんか、私が下手くそで、こんな一人、脇汗かいたりしてるんですけど、怒るタイプではないですか？あ、はい。僕は、怒ることはもうほぼない。あ、じゃあ、ちょっと。もう、何でも言っていただければ。ちょっと良かったです。はい。すいません。TikTok に上げたやつは、あれはこういうタイプだと、こういう動きをするよねっていうやつなんで、あんな大丈夫です。あんな性格じゃないです。あ、良かったです。大丈夫です。すいません。じゃあ、基本は、この16タイプも独学で、エニアグラムも独学で。で、ご実家はもう基本、もともと東京でいらっしゃるんですか？
あ、いえ、僕、出身は岩手で、18の頃に東京に来て、そっからずっと東京っていう感じ。ああ、なるほど。宮沢賢治と一緒。あ、そうですね。宮沢。そうですね。よく出てきます。あのね。宮沢賢治調べてると、岩手。東北の人はね、うん、愛してるって。そうなんですよ。愛がすごいんですよ。地元愛が。ああ、僕はそれがダメだった感じですね。顔が都会だもんね。シティーボーイ。シティーボーイだもんね。染まっちまった感じがしますもんね。ちょっと僕はできなかった。地元は嫌いなんですよ。ああ。はい。で、東京へ。東京で、はい。何かあった？いや、別に何もないんすけど、何もないのが嫌だったんすよね、僕は。あ、P ですもんね。N で P ですもんね。N で P です。N で P だからじゃん。N で P だとやっぱり、これ、危ないですね、これは。危ない。すいません。あ、なるほど。いや、なんかその、通底してるんですよね。なんか宮沢賢治の本に。うん、なんか虐げられてきた土地の人たちの、うん、なんか、憎しみとかを背負った感じがしていて、うん、ああ、なんか、で、あと、まあ、その、相反する愛が感じたんですけど、はい、そんな感じでもないんですね。すいません。で、そうですね。なぜ配信を始めようと思ったのも、面白いことがしたいと思ったから。そうですね。僕は基本的に面白いことがしたいっていう原動力でしか動かないので、なんかやりたいなと思って、やっぱその当時、まあコロナが流行ったりして、まあ家の中で過ごすことが多くなってきたんで、まあ動画かなと。YouTube かな。それはなんかモテたいとかもある。モテたいじゃない？モテたい、モテたい。あ、そうっすね。いや、モテたいですね。モテたい。モテたいですよ。違う。いつもモテたい話をするなと思って。違う。面白いことってなんだ、はいはい、うん、いや、あるじゃないですか。男の根本的な欲求は、うんうん、それしかないみたいな、うん。ユング。ユングじゃないですか。あ、それ違う。あっちですよ。あっち。その上。あ、その上。あ、はい。フロイト。フロイト。はい。うん、で、村上龍もそれをよく書くんですね。うん、あ、モテたいしかないと。うん、あ、なので、そうやって言っていただけると、うん、とてもスッキリします。すいません。で、タイプ論は、どう生かしてる？あると思ってる？ある？ありますかね？なんか僕のチャンネルとかだったら、ざっくばらんにこう言えるんですけど、はい。人様のチャンネルでどこまで言っていいのかみたいな。いや、もう、何でもいいです。何でもいいと思ってます。放送禁止用語以外なら。何でもいい。二等兵ディスる話題以外だったら。ちょっと私、カットしやすいので、カットしようか。あ、カットしやすいんですね。すいません、SFJ がそうなんですかね。感情的。感情がどうもね、揺さぶられるとね、泣くか黙るかになっちゃうんですよね。大丈夫です。なるほど。なるほど。わかりました。注意します。わかります。それで言うと、まあ、タイプはね、別に、俺、あんまないのかなっていう気がしていて、まあ、そもそも何かをカテゴライズするっていうのは人間に関わらず、物もなんかこう、カテゴライズ、まあ、いろいろされるじゃないですか。まあ、生物だって、猫科の、なんとか木のみたいな、カテゴライズを人間したがるなっていうのを思っていて、でそこの人間が決めた尺度でカテゴライズすることはできるけども、実際それが合ってるのかどうかっていうのは僕は基本的に外れていると思っている。人間が決めたことなので、ちょっとめんどくさいこと言ってるなって思うかもしれない。いや、おっしゃる通りだと思ってます。この美味しいって人によって違うじゃないですか。はい。それぐらい曖昧なもんじゃないですか。あ、そうですね。感情っていう、なんかこう、突き詰めて答えが絶対出ないじゃないですか。うん、なんか、はい、よく MBTI の論争である、MBTI 生まれた時から決まっていた。とか、うんうん、なんか、
後天的に変わるとかっていう論争、終わりのない論争があると思うんですけど、それってなんか頭の中をこうバッて見て、あなたは ISFJ でしたって正解がない時点で論じるだけ僕無駄だなと思ってて、基本的には。なので、なんかこう人間が決めた尺度なんだから間違ってて当たり前って思ってるんで、タイプ論は違うと思っていて、その前提でじゃあタイプ論をどう楽しむのかっていうと、僕はエンタメだったりとか、こういうやついるよねみたいな利用の仕方しか基本的にはしてないっていう感じですね。そう、でも結局そうなっちゃうんですよね、うんうん、結局主観ですからね。でも感情か思考かとかって言われても、でも類型論のチャンネルやるなら、はいはい、うん、あるに立ってないとダメじゃないですか。僕は、はい、ですよ。あるかもしれないし、ないかもしれない。あ、本当にね、うん。突き詰めていくとあるかもしれない。あるかもしれないし、でも分かんないじゃないですか。そうですね。うん、完全に否定もされてない。はい。しか肯定もされてない。でも、これで、ね、なんか悩む。なんかその、悩む人たちが多い。タイプのところってあるじゃないですか。はい、ああ、なんか相談はよくあるタイプ。そう、なんかこのタイプです。生きづらいですっていうのが。うん。生きづらいです。っていうのが結構来るじゃないですか。はいはい。偏って。大体、外交型は来ないんですよね。来ないですね。外交型のところに、はいはいはい、辛いですっていうのはなくて。ないですね。そう。で、大体この I、N、なんだろう。F なのかな。まあ、T もですよ。T もですよね、うん。で、どっちかっていうと J ですよね、多分。あ、まあ、J も P もありますよね。内向ですよ、だから。そう。これはやっぱり自分を見てるから、なんですかね。僕は誰に喋ってるんですかね。なんてなんですかね、あれは。はいはいはい、あと言って、まあ、僕も悩んでますけどね。うん。いい、外向だと。僕って外向ですかね。ああ、なんか、紙一重かなとは思うんすけど。はい。まあでもどっちかって言ったら、なんか内向ではあるかなと。内向かもしれない。やっぱり。うん。ますね。自分に向いてる感じはしますよね。に向いてますね。自分しか見てないですね。で、ずっと自分の中で、くちゃ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 噛んでる感じはします。うんうん、ああ、うん。社交的だから。社交的だから外交っていうことでもないんですね。まあ、そう言われてますよね。そう。社交的だから外交っぽいけど。はい。っていう、全部自分を見てるみたいなところは。まあでも両方ありますよね。みんなと喋ると元気になるみたいな。みんなと喋ると元気になります。はい。でも、帰る途中で落ち込みます。落ち込む。あ、なんか今日氷さんに迷惑かけちゃったとか思いながら多分帰る時落ち込むんですよ。大人げないことしたとか思いながら。いやいやいや。ちなみに M8 さんはそこはなんかこうオフィスとかですか？ここオフィス。あ、そうなんですね。はい。あ、それはなんかお二人でなんか会社とかをやってらっしゃっててっていう感じ。この人の会社です。はい。ああ、そうなんですね。はい。あ、なるほど、なるほど。で、見た目おしゃれの方が多分、伸びるよねっていうので。うん、あ、なるほど、なるほど。で、本当はなんか駅とかだと、人がたくさん通ると、もっといいのになとは思うんですけど。あ、う、あ、んうん。それがなくてね、ちょっと残念ですよね。本当はなんかズームインみたいなことやりたいですよね。向こうでみんなが見てて。はいはいはい。はい、なるほど。えっとですね、すいません。で、ちょっと今日質問がいくつか。ああ、ごめんなさい。一切打ち合わせして。すいません、本当にこのやり方申し訳ございません。で、あ、タイプ論をどうやって活かしているかというよりも、すいません、幼少期はどんな子だったんですか？幼少期。僕、あれなんですよ。18から前の記憶って俺なくて。ないというか、あんま覚えてなくて。あ、なるほど。結構皆さんそうだと思うんですけど、なんか思い出という思い出がないんですよね。ただ、僕の家族が転勤族だったので、2年
回転勤をしていた、早ければ1年で別の学校に行ったりとかっていうのがあったんで、もともと、これもなんかいろいろ言われるかもしれないですけど、結構内向的な少年だったと思うんですけど、なんかその、1、2年でこう転校するっていうイベントがあったんで、どうしても人となんか接点を持たないと、こうコミュニティが作れないっていうので、なんか結構こういう感じの性格になったのかなっていう、バックグラウンドはそういうのはあるかなと思うんですけど。一応なんか ENT、ご自身が ENTP だよっていうのは拝見したんですけど。はい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 。ご自身は E、E であると。E っすね。多分そうなんでしょうね。外交的だとは思います。どっちかと言ったら。なるほど。はい。それやっぱりなんか、MBTI が生まれた時から決まっているっていうのは。はい。ちょっとよくわからない。そうやって書いてありますもんね。なるほど、うん。エニアグラムを生まれた時から決まってるんですよね。うん、でもなんか、どう考えてもやっぱりこの育ちが関係してくるんじゃないの、はい、とは思うんですけど。うん、なんか、エニアグラムで言うと、はい、だそこを取っ払った部分ですよって言われちゃうじゃないですか。そうですね。そこを取っ払った本当のところを探さなきゃいけないって言われる。うん、エニアグラムは。はいはいはい。でも MBTI も決まっている。MBTI も、まあ、生まれつきみたいな。なるほど。だ、喋るから外交ってわけじゃないんですね。うん。うん、そう、なんか言われてはいます。言われてるというか、まあそうですね。これ今見てくださってる方で、はいはい、内向外向。うん。氷さんだと、なんかどう、分け方ってどうやって言うんですか？外交か内向かっていう。外交か内向か。一言で言うと、なんか、まあ、ありきたりの言葉ですけど、情報をこう、インプットした時に誰かに言いたくなるか、それとも自分の中でもっと調べたくなるか、で、外交か内向かっていうのは、なんとなくこう、わかるんじゃないかっていうのは、思ってますけど。だとやっぱな外交な気がするんだけど。うん。ただ、落ち込むんですよね。外交の人も落ち込みますよね、でも。外交はめっちゃ落ち込みますよ。めっちゃ落ち込みますっていうか、なんか、こう、それを人に見せないっていうだけだと思うので。どういう時に落ち込みますか？なんか、衝撃的なことが起きたぐらいじゃないと、ごめんなさい、落ち込まないかもしれないですね。落ち込まない。やっぱ落ち込まない。なるほど。落ち込むんですけど、立ち直りが早い、みたいなのはあるかもしんない、すね。外交は、外にエネルギーが向いているので、悩んでいても仕方がない。じゃあ、誰かと喋ってストレスを解消しよう。とか。今なんか悩んでますか？今ですか？チャンネルが伸びなくて。ここ伸びないですよね。伸びないですよね。伸びないんですよ。そう、まあ、思いついたのがこういうコラボですよね。思いつい、もう私の悪ノリから始まって申し訳ないんですけど、はい、人のところを荒らしに行くっていう、はいはいはい。のをやってしまって申し訳ございませんでした。あ、いえいえ、全然全然。まあ、ライブで重なってなかったので。はいはい。はい、視聴者が。視聴者が、うん。で、ここでちょっと、今見てくださっている方はもう、うん、当然かのよ、当然、氷さんのチャンネルはもう、はいはい、フォローされてるとは思うんですけど、いい、なるといいなと思ってます。うん、今日ちょっとここはうまくいってないんですけど、うまくいってないのはとても、幸せしないから。申し訳ないんですけど、氷さんが終わった後で、あ、M8 ドライブやったおかげで、何人増えたなとかって、なればいいなとは思ってます。うん、で、じゃあ今後、何をやっていこうとかってあるんですか、そのアニメ。今後はそうですね。まあ思いついたことを、ちょっとやっていこうかなって思っていて、なんかこう、ちょっと僕もいろんなところに注意力が散漫になっちゃうんで、なんかこれやりたいなって思って、やりている最中に別のことやりたいなってなって、っていうのがいっぱいあって、今動画とかも、結構6個ぐらいあるんですけど、全部中途半端になってるみたいな。アニメとかも含めて。
全部中途半端で、最後までできてないっていう感じのが多いんですよね。で、全部ジャンルが違くてアニメをやってみたりとか、あとは顔出しをせずにちょっと動画を撮ってみたりとか、あとは、なんかこう、まあ、街角で、これはもう半年ぐらい前に撮ったやつなんですけど、街角で、あなたの MBTI を当てます、みたいなやつやってみたり。うわ、すごい。なんか、いろいろ、なんかこう、一回やったものはもう一回やるっていうの僕すごい嫌いなので、なんかこう、シリーズものの企画とかっていうのはできないので、毎回毎回なんか新しいのをやっていると。その苦しい道でここまで来られたんですね。いや、だって僕たちって基本、はいはいはい、シリーズ化できるやつを探して、うん、1個やってそれを、ずっとやるみたいな、うん。シリーズ化できることしかやってない。うん、エニアグラム9個できるじゃんとか。9個できるじゃん。MBTI16 個できるじゃん。16個できるじゃんって。ってやり方しかしてないじゃないですか。はいはい。これはやっぱり NTP なんですかね、その、新しいことを。でそうですね。いや、でも、なんかこう、多分それが、多分その、まあ、YouTube とか動画を作る、何かを作るっていうところだと、やっぱそっちが絶対正解だと思うんですよ。なんかテンプレ、型を作って、そこに型を当てはめることで、違う動画を出せるようにするっていうのが、めちゃめちゃ効率いいと思いますし、それが正解だとは思うんですけど、僕はやっているうちに僕が飽きちゃうんで、そういう。これ二人でやってるからってありますよね。多分体調多分つまんないですよね、いつも。あれですよね。はい、つまんねえな、こいつみたいな。こいつはないとしても。あ、このネタつまんねえな、みたいな。打たれますね、直接ね。横でね。なるほど。はい。でもまあ、これ、こういうの。はいはい。要は新しい人と喋る。はいはい。のは、うん、ちょっとなんか刺激的ですよね、うん。僕もそうなんですけど、やっぱり、ソロじゃないっていいなってすごい思います。山分けですけどね。はい、はい。すごい、一人でやってるとしんどいこと、まあもちろん複数人でも絶対あるとは思うんですけど、なんかこう、誰か一緒にやりたいなっていうのは、やっぱ僕もすごい思ってて。一緒にやりましょう。本当ですよ、本当ですよ。はい。そうなんですよ。でも、YouTube のことをなんかこう、性格診断とか、そういう界隈のところで、本気で多分一人でやってるの多分僕ぐらいで、それ以外みんななんか何人かとやってるんですよ。M8 さんも二人ですし、さっきお話に出てた。指しらすさん。指しらすさんも二人ですし、はい、あとユング研究所っていうところに関しては、あそこはもうコミュニティがあるので、毎回毎回なんかいろんな人となんか話をしていたり。なるほど。他のチャンネルとかでも、そうですね。基本的には複数人でやっていて、まあソロでやってる人って、まあ、だいたい1、2ヶ月ぐらいでもうチャンネル更新やめていなくなっちゃうみたいな。わかります。めちゃめちゃ多くて。はい。なかなか難しい。なかなか難しいですよ。僕は一人でやり始めたんですけど。うん、あ、そうなんだ、ね。あ、なんかサブチャンネル作って。自分のチャンネルは欲しい。はい。で、始めて。始めて、うん。無理でしたね、やっぱり。折れる。折れました。うん、はい。で、それをもう今2年半やってらっしゃるんですもんね。そうですね。2年ぐらいですね。やってますね。まあ、とはいえ、僕、動画の投稿数めちゃめちゃ少ないんで、2ヶ月に1回とか。あ、そうなんですか？そうそうです。ほんと動画作ってないんで。あ、にしては、すごい伸びですよ。伸びというか、人数すごいですよね。コンテンツ。ああ。我々800本ぐらいありますもんね。800本ってすごいじゃん。僕50本とかなんで。全然。だからもう毎日更新とか、まあ週3更新とかできてる人、本当にすごいなと思って。だって、そうですよね。いや、すごいなと思って。はいはい、すごいですよ。50本で1600人。うん、ええー。本当に。どれ、これなん、言うことじゃないですね。何がですか？
どれぐらい伸びてるんですかねこれあんまり言っちゃいけない。言っちゃいけないやつでしたっけ。じゃあやめましょう。はい、すいません。そうですね。うちだと、岡田敏夫さんのやつ。ああ。岡田敏夫さんのタイプ論。はいはいはい。法則とか。うん。あれの時伸びましたよね。あれの時伸びましたね。あ、でもあの時。はい。MBTI も伸びてた時に。あ、そうなんですか。うん、なんか。バズってた時。あれやった時100人ぐらい、月にドーンって。今はもう全然ですけどね。うん。で、何をやろうって。で、今後、なんかビッグファイブとか。ああ、はい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 。やってこうかっていう。やってこうか。っていう話はしてるんですけど、はいはい、今後なんか別のことも、なんか、今、我々はなんかソシオニクス、はいはい、めまいさんというブログを書いてらっしゃる方に、はい、許可を得て、はい、ソシオニクスの紹介させていただいてるんですけど、ああ、はい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 。あれもまたずっとできるじゃないですか。はいはいはい。そうですね。ブログタイプとか。テンプレート作って、はい、何十個できるので、うん、そういうなんか別の、ことも今考えてらっしゃったりするんですか？そうですね。まあ、ただ新しい、なんだろう、ビッグファイブだったりとか、ソシオニクスとか、まあ、エゴグラムとか、なんかそういうのは、あんまり今の時点では、やる気はない、っていう感じ、ね。あ、特にこの、この YouTube とかでご飯が食べれるといいなとは別に思ってるわけでもない。あ、それは一切思ってないですね。一切思ってないです。一切思ってないですし、できないとも思っているので。え、でも引き寄せって、引き寄せって信じます？実写ある。引き寄せがあると思いますか？僕はあると思ってるんですけど。ああ。神田正則さんの非常識な成功法則いいねとかって思いながら、まあ48なんですけど、あれを固くなに信じてやってるんですけど。どあ、今、笑ってますね、今。バカだと思ってますね。いやいやいや、そんなことない、そんなことない。そんなことないんですけど、まあ、YouTube で成功する人って、基本的に、誰しもが当てはまってるのが、やっぱ、定期的に更新をすることだと思うんですよ。で、そのコンテンツが面白いってことはもう大前提で、かつそれを週に3本だったり。週に最低でも1本とかっていうのをやっていく継続力っていうのが YouTube では継続力が一番重要だと思ってるんですよ。で、それ絶対僕できないんで、僕は YouTube では無理だなって思ってる。でもなんか昔、はい、どこかのおじいちゃんが、うん、ただおじいちゃんが喋るだけ、うん。で、なんか100人ぐらいライブで見てる。はい。そのおじいちゃんが喋ってるだけなんですけど。うん、っていうのを見て、夢があるなと思ったんですね。うん。ああ。ライブで100人ってすごいですよね。うん、で、本当に、ただ、定期、もうちゃんと決まった時間に、うん、決まった時間喋るだけ。うん。で、面白くもなんともないんですよ。うん。おじいちゃんですから。わかる。あ、いやいや、うまくも別に、芸人さんでもないし。でも見てる人は面白いと思ってるから見てるんじゃないですか。そうなん。はい。それなんですよ。うん。だから別に、なんて言うんだろう。やろうよって。やりましょうよって。思ってるんですけどね。だから、なんか無理なんてないんじゃないのって思ってるんですね。うん、どう思います？どう思いますって言われても困りますけどね。無理かどうかは、まあ自分が決めることじゃないですか。はい。はい。で、僕は、なんとか引き寄せられんかなと思って。はい。でも、特にそれは、じゃあ、こっちの仕事がうまくいってる。本業。小売さんは。はい。本業が別に、順風満帆でいらっしゃる。順風満帆というか、そうですね。そつなくできてはいるので。やってそう。うん。羨ましい。僕みたいになんかリストラの心配とかがなさそう。いい。そんなことはないんですけど、まあ、そつなくできてはいる、いますし、そつなくまあ忙しいので、まあ。今日もお仕事でいらっしゃった。あ、そうですね、仕事で。本当申し訳ございません。はい、あ、いえいえ、全然全然、僕の方こそ遅れちゃって、本当に申し訳なかったんですけど。巻き込んでしまい、はい、そこは本当に申し訳ないと思ってます。いえいえいえ。でも、ちょっと
次はね、なんか、ちゃんとテーマ、はい、この、なんて言うんだろう。もうあれですよね。うん、ドレスローザですよ。というと。あの、白ひげが来て、はい、黒ひげもいて、はい、杯もいて、キザルもいて、うん、いきなり大将は取れねえだろうよいですよ。みんな集まって、ワイワイやりたいじゃないですか。うんうんうん、あれ、ドレスローザでしたっけ？わかんない。僕もわかんないですけど。いや、なんか、集まってなんか楽しいことできると、いいじゃないですか。うん、っていう、なんか、ふさわしいネタがね、はいはい、あると、なんか、喋っていただけるのかなとか。うん、いつも、ライブで何、どんなことやってらっしゃるんですか？ライブ、3時間ぐらいやってらっしゃるじゃないですか。そうですね。基本長いんですけど、やっぱり、何もない空間で何かを永遠と喋るっていうことが僕は、まあ、できるっちゃできるので、そこをして、で、まあコメントが来るので、そのコメントに対して話をしたりとか。そういうのを基本的にはやって。前僕ライブ見てたら、はいはい、なんかちょっと30分ぐらい出かけるんで、うん、待っといてくださいって。で、30分誰もいなくなるっていうのがあったんですよ、ね。はいはいはい、見てるじゃないですか。はい、本当に、なんて言うんだろう。うん、でも、あの、氷さんのファンの方々は、待ってるんですよ。うん、もう、チャット欄で会話してる。チャット欄でなんか成り立ってるんですね。はい、僕そこ行った時に、なんだこの空間は、うん、ここのチャンネルには多分それはないんですよ。わかんないですけどね。お前ら待っとけって言って、いなくなったとしたら、まあ多分、離脱する。離脱ですよ、そんなの。ご自身の良さは、どこなんですかね、そういうオラオラ系でいらっしゃる。いやいや、全然全然僕はオラオラ系じゃなくてもうヘコヘコ系なんですけど、全然。そう言って調教されてる。なんか。なんだろう。どう、なんか僕は基本的にその、なんかね、YouTube ライブとかも限らずに、来るものを拒まず、去るものを追わずみたいなスタンスではいるので、まあ、例えば30分間離席するんでっていう。で、戻ってきて誰もいなかったら誰もいなかったで、俺別にそれでいいやっていう感じ。なので、行動原理が全てそこですね。なるほど。なんかね、そう今聞くと、うちの親戚がね、はい。あの、親戚、まあ、甥っ子が、うん、あの、配信、うん、ポコチャとか、なんかライブ配信、で儲けるのをやってて、うん、なんかその仕組みを聞くと、うん、あれってなんかその、なんて言うんだろう。何十万とかってできるらしいですね。はい。課金が。うんうんうん、で、そうすると課金した人が、なんかステータスが上がるみたいな。うん、っていう仕組みを聞いてて、うん、なんかその大学生の子が、なんか、月に30万ぐらい稼いでるみたいな、こと言ってたんです、うんうん。はい。そっち系はどうなんですか？いや、無理ですね、僕は。あ、そうなんだ。なんかその、はい、さっきのこの30分放置プレイ、うん、を見ると、おらおら、うん、お前ら、俺様に、っていうタイプじゃないんですね。そういうのじゃない、そういうのじゃないです。そういうのじゃないです。もうなんか、僕も好きにやるので、そちらもやってください。なるほど。僕はなんか、そういうことができる人は、うん、そういうこともできると思ったんですよ。うん、あの、うん、メンタル的に、待たせられる、うんうん。待たせられる。いや、要は30分待っといてって。うん、離席するからさーって、うん。僕だったらなんか、ごめんってなるじゃないですか。うん、また来てねーって言っちゃうだろうなと思って。うんうんうん、あ、でもなんか、そういうことでもないんですね。うん、すいません。今日僕は何点ですかね。わかんない。まあまあ、上滑りしてますよね。何点ですかね。いや、そんなこと全然ない。すごい話しやすい。よく喋る。そうですね。もう、上滑りしてるなと思いながらずっと今、喋ってるんですけど、亀井さん、はい、私今日何点ですかね？すいません。今ちょっと。あ、うちをよく見てくださってる方に点数を聞きました。ああ、はい。あの、外から見て何点に見えるんだろうと思って。うん、すいません。なんか、視聴者の方とコミュニケーションを取ったりとかっていうのは、MRさんってされてたりするんですか？基本は、毎回ライブの時は、視聴者のやつは全部読むっていう。ああ、なるほど。あ、もう、僕に、あの、全然、キーとか使わなくていいので。あ、でも、ライブの時は、うん、あの、もう、無視しますねっていうのは、
ああ、そうなんですね。あ、ライブの時はと。無視するときと、僕がどうしてもその、滑って、しょうがないときは、助けてっていう意味で、見たりはするんですけど、今日ちょっとはい。ゲストが来てるときは無視しますね、ですよね。あ、そうです。ゲストのときは、コメントは無視しますとは思ってます。ああ、なるほど、なるほど。はい。なるほど。あ、もちろん終わってから、ちゃんと、拝見させていただくんですけど。あ、ちなみに、氷さんは、エニアグラムだとご自身は、あ、待って、みんなで、あ、みんなで、この氷さんを見て、タイプ何に見えたでしょう。何に見えたでしょう。何に見えました、大将。7。僕も7です。あ7か、うん、7です。7です。7です。7。3とも言う人もいますが。ああ、そうですよね。まあ、だいたいそこら辺。7多いです。言っていいですか？お願いします。8ですね、僕。8なんだ。8、8なんですよ。まあでも、ウィング7ですけどね。8ウィング7。これ僕今日一番ダメなやつですよね。何がですか？ 8 のことに対して。なんでですか？なんでですか？ちょっと今、すごい、舐めた感じしてません、今。8の方、こうやってやらないと。それが舐めてるんですか？おっしゃるとおり。はい。あ、8でいらっしゃるんですね。そうなんですよ。ただ、最近、なんか、ふとエニアグラムをやったときは、ずっと8だったんですけど、8じゃなくなってて、最近は2になってましたね。ああ。そう、俺は健全度が高いんだぜっていう、ことですね。統合してんだぜ。俺は統合してんだぜって。健全度1だからよ、っていうこと。そうです。そうですね。ただですね。ちって、ああいうふうに笑いましたっけ？いや、でも、なんか、それも、なんか、ツイッターのスペースってあるじゃないですか。はい。たまにスペースで、こう、話すときがあって、なんかこう、話をしていると、エニアグラム8っぽくないですよねって言われて、じゃあ何に見えるんですかっていう話をしたら、はい、2っぽいですねっていう話をされて、はい。で、それで、じゃあエニアグラム受けてくるっていうので、エニアグラム、やってみたら、まあ、8ももちろん高かったんですけど、2も高くなってたっていう感じ。で、やっぱ7とはよく言われる。7とはよく言われますし、もともとは7でしたね。もともとは7っていうか、なんかちょっと初期の頃にやっていた時は、7とか8が同等ぐらいに出てて、っていう感じです。今もちょっと7と8は同じぐらい出るかもしれないですね。やっぱりなんかその、うん、なんて言うんでしょう。イライラする、この、なんて言うんだろう、舐めたことされるとか、はいはいはい。動かそうとされるとか、まあ、今日もなんか無理やり、うん、なんか、今日僕がね、ライブやりましょう、やりません、はい、って言って、候補日をバッて送らさせていただき、はい。で、もう、じゃあこの日でどうですかって言われたときに、うん、その、に対して、私はその、氷さんが上げたツイッターに、宣伝みたいな形で、うん、今日はライブお願いしますみたいなこと、ふざけたことをやるんですね、僕は。はいはいはい。なんか爪痕を残そうみたいな。はい、ああいうのはやっぱり、イラッとはする。言いづらい。言いづらい。まあ、言いづらい。申し訳ございませんでした。いや、全然大丈夫なんですけど、なんだろう。タイプ8って結構なんか締め付けが強かったりとか、なんか、俺のルールみたいな、こう、ちょっと暴虐無人みたいな感じが、まあ、悪いところだとあるかもしれないですけど、結構僕の場合は結構、際の際にならないとそれは出ない感じですね。基本的に、なんだろう。タイプ7なのかもしれないですね。そしたら。なんか、お仕事で、チームリーダーとかされるときも、はい。なんて言うんでしょう、結構、なんか、うちの島、みたいな感じなんですか？
ああ、でもそういうところはありますね。そうですね。基本的にこう、オフラインもオンラインでも結構、なんかこう、先導を切って、誰も先導を切らなかったら自分が先導を切る。で、誰も、あ、誰かが動いたら別に、まあその人がやればいい。っていう感じですね。どうぞ。なんか今、痛そうな い顔。や、別にお大前丈夫6じゃねえかみたいな、ところが見えましたけど。6の仲間引っ張りたいんですよ。じゃあ、すみません。あ、自分がね、6はゼロだったんで、あ、6は多分絶対ないと思いますね。なるほど。6だけは絶対ないと思います。僕もないと思ってましたけどね。6はね。7っぽいかな、じゃないですか。7っぽいと思いました。はい。楽しそうで。でもあんだけそうで人す前。ね。7に見えるとは思いますし、7ももちろん高いので、なんか8が、なんか数値的に言うと9ぐらいあって、で、7が8とかそれぐらいだったんで、もう本当にどっこいどっこい。っていう感じでしたね。すいません。はい。あと、これからの予定、他のタイプのもやるか、っていうのを聞きましたね。はいはい。聞きました。なんか、将来的な、もう、夢？プラン？一緒、同じ話ですかね？同じ話ですかね？すいません。まあ、ゆるくやれたらいいなっていう感じ。ゆるく。ゆるく。なのでなんか、すごいこの類型論とか、性格の界隈の方がすごい好きな方たちには本当に申し訳ないんですけど、僕自体はもう、このコンテンツはもう何でもよくって、自分がこの YouTube をやっている、TikTok をやっている、発信する場所があるっていう、自分のこのブランディングをしたいっていうだけなので、別に、MBTI とかエニアグラムじゃなくてもいいんですよ。ただ、2年前にやり始めて、まあ、ある程度登録者数とかでも出てきたので、まあ、ここを使う手はないなっていうのでやっているだけ。なので、まあ、別にその、すごい、この性格か、類型界隈が好きで調べてやっているっていうわけではない。っていう感じですね。なるほど。じゃあ、あと、一つまたお聞きすると、はい。8だっておっしゃるの今ちょっとビビってるんですけど、はい。例えば、来週ね、今日のゲストは指しらすさんです、みたいな。軽いことをこいつがやりやがった。やっぱ腹立ちますよね、そういうのは。い今や、日は、やっぱ指しらすさんですねって。いやいやって。やりかねない。別に、ないっすね。でも、やっそうっぱりす。ね、うちのチャンネルはい。で、よくなんか他のチャンネルも見てますが一番多いのが小売さんなんですよ。あ、そうなんですね。はい。で、うちのチャンネルって出ます？そちらで。M8 招待って。他の。M8 招待さん、コメントにはないんですけど、YouTube の裏側の、よく一緒に見られているチャンネルそみこたです、そこいです。なのには、はい。いらっしゃいます。ここなんかね、ちょっと、ギュッてできるといいですよね。ギュッて。言ってで、いない人同士が、ドッて増えるとね。いいですよね。はい。で、なんかね、ちょっと今日は、もう本当に、ちょっと時間だけが経ってしまい、なんか私のすごい、上滑りでね、お聞き苦しい点ばかりだったと思いますが、次はちゃんとなんか、次、なんかテーマ決めましょうよ。これ、恒例ですよ、これ。今決めときましょうよ。今。無理かな？無理だ。やめよう。これはやめよう。やめよう。なんかちょっと、なんか、ね、私たちがあちらに行くとか、ね。僕は今、誰に気を使ってるんですかね。わかんない。あちらにお伺いしてとか、いろいろ考えてって考え話。て、ちゃんと次は、私も動くようにしますので、また出ていただいたり、よろしくお願いします。いや、よろしくお願いしますが言いたかったぜです。ひぜひ、こちらこそよろしくお願いいたします。なんで、打ち合わせも、YouTube 攻略の話が多かったですね。
あらと見てくださっている方には意味がないねって話になっちゃいますね。ですね。だとすると、うん、でも今日、動画の中では、E と I の見分け方とか言いましたね。はい。ああ、ダメだな、今日は。落ち込むんだろうな、今日。落ち込む方。ESFJ だと僕は自分で思ってるんですけど。ああ、はいはいはい。落ち込んだ時はどうすればいいんですかね。落ち込んだと、スポーツしたらいいと思います。ああ、なんか、うん、オナになると一緒ですね。やりすぎるんですけど、僕って。スポーツをしましょうって。申し訳ございません。現実の五感を刺激、するのが、なんか、単純にいいかな。音楽聴くとか、スポーツするとか、ランニングするとか。承知しました。ちょっと、今日は本当にご迷惑をおかけしました。あ、いえ、全然全然、こちらこそ。次はちゃんと、このテーマで、はい。とか、はい。考えて、うん、その、氷先生の、はい。ちょ、それだけやめましょう。それだけはやめましょう。それだけやめましょう。言われてますよ。そうです。氷さんの、はい。なんて言うんだろう。ウィンウィン、ウィンウィンですよ。はい。僕はもういいんですよ。もう、うん、上滑りするの分かってるので。うん、でもまあ、ちょっとちゃんとまた考えて、次はまたお声かけさせていただきます。あ、ぜひぜひ。今見てくださってる方は、はい。もう、ぜひぜひ、はい。全員、チャンネル登録を。氷さんのチャンネル登録。はい。プラス34。朝起きたら、はい。プラス34だった。はい。これ最高ですよね、これ。そうですね。そうですね。今八のとこ、うん。無理して行ってよかったなになるといいですよね。うん、はい。はい。ぜひ本当にお願いしますと。はい。はい。本当にご迷惑をおかけしました。なんか今日。いえ、今回なんかね、僕も遅れてきたりして、なんかちょっと、必死に喋っていただいて申し訳ないなっていうのが、でも僕もちょっとどこまでこう喋っていいのかっていう、そこがちょっと打ち合わせのところでちゃんとできていれば、なんか良かったんでしょうけど。ちなみに、氷さんのご自身のチャンネルでおすすめの動画ってありますか？おすすめの動画はですね、そうですね、最近、一番最近出した、顔出ししてない動画があるんですけど、はい。心理機能について解説するっていうやつがあるんですけど、はい。それが一番おすすめですね。はい、承知しました。見ます。それね、はい、見てなかったです。すいません。うん、タイプのやつをバーって見て、はいはい、ライブとか見てたんですけど、うん、申し訳ございません。あ、いえいえ。もう、本当。その動画があるのは知ってます。はい。はい。はい、大丈夫、うちの動画でおすすめは何ですか？何ですか？うちの動画800本あるんで。800本あるんですか？もうわけわかんないです。でございます、はい。はい。すいませんでした。いえいえいえ。ちょっと今日は氷さんのご好意に甘えてしまい、はい、はい。無理やり出ていただいてしまいました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあもうさ、本当すいませんでした。本当すいませんでした。見てくださってる方ありがとうございました。はい。コメント欄を見て反省するようにいたします。はい、ありがとうございました。いつもこんな感じです。ちょっと、氷さんだけそのままで、はい。ちょっとライブ閉じさせていただきます。はい。わかりました。申し訳ございません。見てくださってる方、本当に、氷さんのフォロー、プラス34、よろしくお願いします。ありがとうございました。ごきげんよう。はい。終わります。申し訳ございません。